人狼 RPG ルール説明。人狼 RPG とは人狼ゲームにアクション要素と RPG 要素を加えたゲームです。役職は村人、人狼、共犯者があります。自分以外の役職は分かりません。村人は人狼を全滅させたら勝利です。特別な能力はありません。人狼は村人を全滅させたら勝利です。プレイヤーを一撃で倒せる人狼の斧を買うことができます。人狼が複数人いる場合はお互いに人狼が誰かを認識できます。共犯者は人狼が誰かわからないが人狼の味方です。共犯者の目を使用することで人狼が誰だかわかります。このゲームには夜と昼のターンが存在し、夜からスタートします。2分ごとに昼と夜が切り替わり、決着がつくまで繰り返されます。夜のターンはプレイヤー全員がミュートにするため会話ができません。夜になるとすぐにエリア内にランダムにスケルトンが湧き、スケルトンを倒すとエメラルドを落とします。エメラルドはこのゲームにおける通貨です。昼になると残ったスケルトンは全て消滅します。そしてミュートを解除し話し合いが可能になります。ショップはエリア内に点在しており、エメラルドで常時購入可能です。売っているアイテムや値段は様々ですが、重要なアイテムを紹介していきます。弓と矢はどちらも所持している人一度撃てます。一度撃つと壊れ、当たった人は即死します。人狼の斧は人狼だけが使える特殊な武器です。一回使うと壊れるため使うたびに買う必要があります。フルシャーリだと一撃で倒せます。占いの権利は一つにつき一人の役職を見ることができます。誰でも何回でも購入可能です。ただし共犯者を占っても村人と出ます。騎士の祈りは夜にしか使えませんが、使うと日が昇るまでの間無敵になります。人狼が使っても効果はありません。ルール説明は以上です。皆さんも人狼を予想してみてください。じゃあ皆さんアドベンチャーで体力マックスで満腹 OK ですか？はい、 OK です。それでは気を取り直して、RPG 第2回役所配ります。よーい、ぽい。2つ来たんだが、2つ来た。僕も2つ来たわ。あれ？なんかこれやったなぁ。なんか一言目っていう、これ犯人だな、これ。犯人やったやつ。何も喋んなくちゃった。早いミュートにする。俺もちゃんとミュートにしとこう。もう俺もミュートにしときます。早め早起き、おやすみ。さあ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 来た。ほらこの辺の月は全て俺のもんだ。ここいいね。ここいいわ。お気に入りスペースにします。全然落とさんやん。君らやっさん犯人かな。犯人だと思うんでな、実際のところ。助け立ちいたす。で、そうだ、ルール説明しないと。まず、スケルトンを倒して、エメラルドを集めましょう。その集めたエメラルドでアイテムを買って、人狼は村人を倒し、村人は人狼を倒すことを目標として、やっていく感じですね。で、今回、満を持して人狼、そして相方は T2 さん。これは勝ちでしょ。ぶっちゃけ。君が最後か。これにエメラルドをよこすのだ。ナイス。まあ、この辺でね、弓を買っといて、ちょっと人間出す。OK。服の消費1枚。いい滑り出しじゃないかな。どうも。これは何もしないよ。俺はいい人間だよ。悪い人間じゃないよ。スマイルこっち来んなよ。
こえる。とりあえず文字は先にここに集まっとく。あ、なんだ。おはようございます。あざす。おはようございます。おはようございます。さっき音聞こえなかったなんか。嘘嘘やん。なんか減ってる。誰もしないでしょ。投げろ。いや死んで、いや投げろとかあれ多分頼むと。あぶねえ。え、金と金と一緒ねえや。キリアンとスマイル殴り合った？殴り合ってないよ。ブルク聞こえなかった？あそこいた時聞こえた聞こえた。そうだよね。あれでも殴る音か多分。まあ生きてるってことはなるほど。そうだね。まあ大丈夫ですね。誰も死んでないね。つかしたって可能性もあるけど。つかあね、なんかそう。つかされた側が共犯者っていう。ああ。大騒ぎ。レッサンの共犯者疑惑はどうする？一応僕占いの権利というかそれ。ああなるほど。自分で。自分で自分を占ってしょ。自分で。いやいやじゃどうします？それ僕にくださいよその権利。それでヤスさんの。あそれやなそれ意味ないんだよ結局村人出ちゃうから共犯者は。そっか。ああそうか村人出ちゃう。村人出ちゃうのか確かにそうだね。でも本当に占いの権利持ってるかどうかはそれで確認できるよね。確かにじゃあ誰かの。傍観そうじゃないか。えてか普通に切り替えでほら。いや見えない時間だ見えない時間だ嘘時間ない時間がない急がばっても無理なんですけどまあでもこの話占うなら早く占っちゃって渡すのが賢明じゃないそうですねここはどうしようかな人間ならどうしようかなあそこにあったらホッパーに吸い込まれるんで気をつけてみなすどの目線がすごい気になるあ時間ないんでもういや占うなら占っちゃってくださいじゃあ渡しますあれかにあうおあはい早く。はい。じゃあ、中目行こっかな。俺オッケー、いいよ。村人は。はい。はい、白です。わかんないけどね。あがめ立ってる。みんな散れ。あー、確かに。私は白だ。ティーツが頭いいな。はい、夜です。始まりました。第2夜。え、めっちゃ多いやん。めっちゃ多いやん。あれ欲しい。やばい連打しちゃってる、ね、全然落とさんやんおう死ぬ冷静に計画は冷静沈着なんか埋まってるやついるなんだこいつ機械結構いるね手伝ってあげるオッケー5個集まったこれで宿に道セットあるからちょっと視界がいいとこだったら人狼だって分かったら撃てるななんだこいつムーブが怪しいぞあーすることないなどうしようじゃあ逆にこの5個で何をするかなんだブルック逃げんなめっちゃほいオッケー今は完璧じゃないティツグさんちょっと3回はほどほどにしようやかったのかやかって物も買っとこうおはようございますおはようございますさあ、被害者はおだっすー KC さんいるおだっすあ、いるあれみんないる全員いるじゃん3日目スマイルスマイルほう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 、なるほどえ、じゃあ俺占い買ったから占っていいですかそう、俺も占い買ったから占いたいんだよどうぞおお、結構削られんなこれどうしよう僕、キリアンのが気になるんだよね俺のうんブルク俺信用してるでしょブルク俺信用してるでしょ俺ね、ちょっとスマイルの動きが怪しいなと思ったんだけど、スマイル弓買ってんだよね。なんか、いや、僕はキリアンも弓は買ってますけど。弓買った。なるほどね。ああ。
あ、じゃあ、ケンやるし。M くん、ケン買ってるし。あ、うん。あ、じゃあ、まずは、T2 さんか。あ、どうしよう。T2 さんも。え、待って待って待って。T2 さん見ていい？ T2 さん見ていい？ちょっと待って待って。あ、いいよいいよ。いいよ。T2 さん、静かじゃない？はい。あ、村人。だいだいだい。あ、村人。なんだ。なんで殴ったんや。でしょ？じゃあ仲間はまだ見てないよね。じゃあヤスさん見て、ヤスさんちょっと。あ、ヤスさん。いや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 。あ、え、僕村人でもキリアンがマジみたい。あ、そうだそうだ、村人出てるんだ。じゃあキリアンはちゃんかな。ちょっと待って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 、マッチャン見るか。マッチャン俺全部マッチャン、ちょっとヤスが全部宝石ヤスにあげてるから俺。え、じゃあケイシーさん占う。じゃあケイシーさん、キリアン、キリアンいないし今。ケイシーは俺占う。俺は見ないよ。キリアンなんか怪しい、いないね。ちょっと占うよ、ケイシーさん占う。アスレチックしてる、アスレチック村人。俺はあー、おー、ケイシーさん村人。いや俺ね、仲間、ケイシーさん、ブロッキーが仲間。俺ね、それ先にちっとくわ。俺ね、俺ね、はい、メンバーとしてね、感じてるところがあるんだよな。なになになに感じてる。もう20秒で夜になっちゃう。こういうリアクション、こういうリアクション、こういうリアクション。怖い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 よ。あれ、T2 って占ったんじゃないの？ブロッキーと占った。村人だったよ。ブロッキーと試合だ。誰が占った？なんで？あ、俺占いました、T2 さん。キリアンか。あ、これでーす。なるほどね。よし、そろそろやるか。どう？ステーキだけ買おう。シャーケン生かした。なんで二人で来るんだよ。いや、多すぎだろ。うわ、いる人多いな、これ厳しいぞ、結構。中目やべ、見られた？ワンチャンやばいな。あ、でもこの辺人いなかった。セーフセーフ。うん、共犯者誰だ？やっぱヤスさんかな。T2さん、そろそろ誰かやっててくれるかな。やべ、めっちゃ人狼ドキドキする。心臓が。 T2 さんのライン露骨かな。俺占われたら T2 さんも芋づる式に殺される気がする。賭けだね。ブルックが俺をめっちゃ押してたから、ワンチャンやばい。おはようございます。おはようございます。トラブルした。おはようございます。ちょっと待って、地震来た人、ちょっとさ、ちょっとタイマーし、ちょっと地震来た人、大丈夫ですか皆さん。ちょっと俺、今だ揺れてるの。ご視聴の皆さん。はぁ、ね。安全なところに。今、占われたの誰だっけ？では、僕さ、音聞こえたんだよ、誰かが死ぬ。え、あそこら辺？あれ、消えてる？あれ、誰かが死んだかわかんないんだけど。あ、死んでるね。中も、中もいない。ケイシーさん生きてる。ケイシーさん見た。いる？え、誰が占いで誰？落とした方見たら、KC さんいたんだけど、他にもいるかもしれない。じゃあ、占われたんだ。占われたんだ、今まで。え、さっき KC さん。あ、俺占い。中も占ったんだ、誰？ KC さん。はいはいはい。シャック狙っていい。シャック狙っていい。ああ。ちょっと占うよ。喋ってねえな。どうぞ、構えてください。喋ってるよ。村人。村人。俺はスマイル、信用してる。え、KC さん占った？中村。いや、あったね。ああ。あれ？え、中村さん。誰に売られたんだっけ？中村に売られたんだ。中村が強人って説もあるんだけどさ。そう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 。でもだとしたら中村を KC さんが殺さなくね。それは。いや、そしたらさ、なんか自分が人狼じゃないって認識できね。え、誰か T2 さん占った？占っていい？占っていい？占っていい？どうぞ。え、占った？占っていい？なんえ、2回やるの？俺占ったさ。他の人、キリアン、キリアンが見たい。キリアン見て、キリアン。じゃあ、キリアン見まーす。はい。人狼や。はい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 。え？今、今、え？
今ブルックとキリアンどっちも構えたかんな。そう待って人狼や。はい今ブルックとキリアンどっちも構えたかんな。待ってブルック僕キリアン撃ったよ。僕は今さあでも押しちゃった取っちゃった。あそれ引いちゃった。あーミュートなんだ。中見えと。剣強いけど。あれ。斧持ってなかった今。斧持ってなかった。リツグさん頑張ってくれ。マジ。あ。やばいきつい。きついぞこれ。今の見られてない多分。リツグさん大丈夫？大丈夫？これ。いや今シャーク見られた可能性あるな。斧持ったな。すべてが分かってるし今ので。キツグさんに人間って言った機械人狼でしょ。でブルック。誰だっけ？キリアン？キリアン？キリアンだっけもう。ブルックやっちゃったね。ブルックが殴り殺したシンプルに。ほらやっぱりくそー。いや僕セイダー誓いでセイダー。危なエメランド持ってかれたの村上に。そんなに俺怪しかった。なんで？えキリアンは僕へのアプローチが怪しかった。そんなキリアンは共犯者だと思ってた。マジか。僕共犯者っす。あですよね。最初すみません多分話聞けなかったせいで。びっくりしちゃった。いやーこれむずいな。結構さこれ開放的だからさ作りがどこでやってもなんか投げ殺された。人に見られてる感じがある。いやー面白さなかった。今の面白かった。ブルックすごいね。騎士防いだんだ。やっと使ってくれた騎士を近づいてきてなんか、うん、反射的に一回殴ってそしたらちょうど斧出してたから使わせた。やれればまあバレなかったかなと思ったんだけど。いやー俺にも斧構えて走ってきたからさ。それ見せたの。その時めっちゃスケに追われてて。確かそうスケルトンに騙されて。なんだこれってなったよな。あーくそ勝てなかった。せっかく人狼。今回カメラマン2人とも人狼。すごいね。あれまっちゃんは違うの？あれ俺村人だよ。普通に俺が人狼でしたね。嘘やん。いやもうだから結構ティーツグさん村人って言ったのなんか割と賭けだったんだけど。なそうだね。俺弓矢買ってたからいけるかなって思ってたらもうブルックがさめっちゃ押すからさ。ブルックの2回目の占いをなんかすごい2人で2人揃って2回目やんの2回目やんのって言って。そう。過剰に反応してたのがまあ怪しかったよね。それなんだよね。2人同時になんか占った人も占われた側も。確かに。いや、それ聞いて。ティーツグさんだったら普通に、いいよいいよ。共犯者っす。共犯者、やっぱり犯人だね。うわぁ、まっちゃんかと思ったのに人狼。ゲーム始まる。なんで人狼が全部宝石あげんのよ。いや逆ならまだわかるって感じで。そう、ね。感じで、じゃあ。そっかぁ。いや、ちょっと待ったな、これ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価およびコメントをよろしくお願いします。さらにこの動画にハマったあなた、さらにワイテールズをもっと見たいと思ったあなた、そんなあなたはこのチャンネル登録ボタンをクリック。それではまた次の動画でお会いしましょう。
さようなら。